クレイジー・ドールズとは、日本の女性お笑いコンビ、T.E. フォースに所属していた、グラビアアイドル、バラエティタレントなどで別々に活動していた、小泉舞子、小田原美香の二人によって2006年1月に結成。翌2月には、お笑いライブデビューをする。結成のきっかけは、別々に、エンタの神様に、ピン芸人として、オーディションを受けていたが、スタッフらに、 コンビでやってみたらと言われたことだったという。2006年中には、リナ・アントワネト、アオイルコ、王のヒトミラも在籍していた MP ガールズのメンバーだった時もあった。エロカワダンスと自称するダンスを持ち味とし、ディスタンスというダンス系のオリジナル曲も持っている。2008年1月5日に行われた対戦型、お笑いライブ、テッペン、24テッペン島では、マイキーが2からの奥のマイ マイマ、イキー、ミカチュウが同じく通からの、福田裕とチュと、ボーオーズのそれぞれのスペシャルコンビを組み、この二組で直接対決が行われた。2012年3月24日付のブログで、マイキーが無期限の活動休止を発表した。主なものとして、OL が仕事終わりに、クラブで踊るという設定で、刺激が足りなーい。い。行っちゃう。などと言って、OL の制服から、 その下に着込んでいた、ツーピースタイプのセクシー衣装に早変わりし、ビシ、バシッ。刺激をください。ビシ、バシッ。長官自体と歌って踊りながら7.7兆、または7.5兆の短い一発ギャグを次々に挟んでいく、といったものがある。この他に、感じるというもののオチに持っていく、というネタもある。以前は、マイキーミカチューの順番でのネタの流れだったが、 その後これの逆の順番でも演じている。なお、このネタの時に BGM として使っているのは、高田組の曲、ジューシーのカラオケである。また、ミカ中のお腹の肉がネタにされることもしばしばあるが、最近では、マイキーのお腹の肉も同様にネタにされている。静岡県富士市出身、B87W57H86、血液型は O 型。 愛称はマイキーロリババー、主にツッコミ役。かつては、いわゆるマングロギャルで、ギャル系の雑誌に、モデルとして出たこともあった。そのような頃に、CM 撮影の現場の横を通った時に、スカウトされたのが芸能界入りのきっかけで、その次の日に、すぐ TV 番組収録の初仕事があったという。その後、グラビアアイドルとして活動し、フジテレビの番組、SDM 初。 でのユニットザ・ SDM のメンバーとして、初レギュラー出演。その他、中井雅宏の金曜日のスマたちへ、内村プロデュース、ラブ戦、などに出演。パシンペロンの早草ゆかとは、同じ富士出身同士ということもあり、早草の物産会などを通じて進行がある。高田組の大ファンで、コンサートには毎度行っている。それに影響され相方も、高田のファンになった。 神奈川県出身、B80W61H89、血液型は AB 型、愛称はミカ中、主にボケ役。16歳の時に、原宿、滝下通りでスカウトされ、芸能界デビュー。かつては、ベースクイーン、イベントコンパニオンの活動をしていた経歴がある。2006年5月3日、甲賀の里忍術村で行われた、ミスクの一オーディションにて、 ミスクの1に選ばれる。2012年9月に初出産。母親になる。2015年の時点で2児の母親。写真集 DVD。ありがとうございます。